1945年2月20日、ドーベリッツ訓練場である装甲師団が編成された。当初この師団は装甲師団ドーベリッツと名付けられたが、いろんな変遷を得て第三帝国最後の装甲師団となる。その師団の名は、装甲師団、クラウゼビッツ？さて装甲師団ドーベリッツは編成後すぐさま装甲師団シュレジエンと改名され、第233装甲師団と合併し2月10日にデンマークで装甲師団ホルスタインとして編成される。師団は編成後すぐさま東部戦線に投入され、キュストリンの救援及び第1白ロシア方面軍の殲滅を目論んだ存念園で作戦に投入される。構成初期は順調であったが、ソ連軍が対応に動くと燃料や弾薬不足も相まって作戦は開始3日後に中止。むしろソ連軍が攻勢に出て当師団を含むドイツ軍はボンメルン方面での防衛を余儀なくされる。その結果として師団は全滅に近い損害を被るが、ドイツの攻撃とキュストリン守備隊の1ヶ月にわたる抵抗により時間を稼げた第9軍がゼーロー高地でソ連軍に停滞出血を強いたのはまた別の話。45年4月4日、装甲師団ホルスタインは2つに分割され、一方は第18装甲敵弾兵師団、もう一方は新設された第45装甲師団に編入される。第45装甲師団にはこの他にも負傷で前線から離れた予備師団に配備された人員、士官学校候補生及び教官、また各装甲軍団及び軍集団から引き抜いた人員、ブランデンブルク地域の鉄道員などが組み込まれた。戦争最末期ではあるが人員の多くが前線経験者と士官学校関係者であるためある程度の連動は期待できたが、車両などの重装備は不足しており、戦車は片落ちの3号と4号、パンターとヤークトパンターも一部あったが定数には全く届かず、トラック等も予定の5分の1の数しか揃わなかった、そのため主な移動手段は自転車であった。また補給網が完全に消滅していたため弾薬燃料はもちろん、食料も不足していた。師団長にはフリードリヒ・マルティン・ウンライン中将が着任、師団は偉大な戦略家にちなんでクラウゼイッツと名付けられ、配下の部隊は次のようであった。本来各部隊には駐屯地が設定されるが、この時点においてドイツの大半は敵の占領下であり全くの問題外であった、だが一応概要は作られた。国防軍最高司令部は師団に対し南進するよう命じ、アメリカ軍部隊を突破しハルツ山地で包囲されている第11軍との連絡の回復を目論んだ。果たして彼らはこの全てが不足している名目上の師団に何を期待したのであろうか。4月10日、師団はカール・デッカー大将が指揮する第39装甲軍団の指揮下に入る。14日から15日にかけて師団はここで初めて戦火を交える。進軍してきた A 軍をネッテルカンプ及びシターデン戦の村の近くで迎撃。グスタフ・バレ少佐以下3名がパンツァーファウストを用いて多数の車両を撃破。またおそらく暗視装置を装備したパンターと装甲敵弾兵も攻撃に参加し、結果として A 軍は車両63両、戦車2両、駆逐戦車2両を喪失。ドイツ側はハーフトラック7両を喪失し、約300名が死亡また負傷した。一応 A 軍の進軍を阻止することには成功し、師団はさらに南進を続ける。師団は4つの戦闘団に分かれ、エーザー・エルベ運河を目指す。だが15日の戦闘でまだ強力なドイツ軍が残存していることに気づいた米軍がエルベ側より引き返し、18日にクラウゼイッツ装甲師団と接敵する。米軍側はリンドホーフから南東へ向かう車列を発見し即座にこれを包囲。新型の M26 重戦車の砲撃に露覚したトラックと装甲車しか装備していないドイツ側は太刀打ちできず、さらに追い打ちをかけるようにサンダーボルト4機が6波にわたりロケットで攻撃を実施、夕暮れまでに全ての車両は破壊され、生き残ったドイツ兵は降伏した。ドイツ軍を殲滅した米軍は防衛線を整備するために第15歩兵連隊がリンドホーフに陣取る。だが同日21時30分、強力なドイツ軍が村内に突入、油断しきっていた米兵はドイツ語が聞こえるまで友軍だと勘違いしていた。大半の米兵は攻撃が始まるとハーゼルホルストまで撤退したが、一部が捕虜となる。だが米軍側も黙っていなく、戦車で村へ向けて砲撃、混乱に乗じて捕虜となった人員は脱出した。また攻撃の際にあるドイツ兵が米軍に捕らえられ、カレヘの尋問の結果師団の兵力から目的まで全て米軍へ筒抜けとなった。彼によると師団は3集団に分かれており、それぞれに人員1000名、戦車4両、駆逐戦車1両、ハーフトラック25両、10.5 センチ榴弾砲7門、多くの輸送用車両が配備されているらしい。
これは誤りとも事実とも取れ、事実装甲師団クラウゼイッツは自動車不足により、アレンベルグ戦闘団、フォン・ベニングセン戦闘団と防御陣地の歩兵と砲兵の3つに分かれていた。ただ前述したよう4つの戦闘団に分割されたとする資料があるほか、彼の証言を鵜呑みにするのならば各戦闘団の保有戦車数が少なすぎる。ただ戦闘団4つの説を取った場合戦闘団の1個がとんでもないところで戦っていることになるが、これは口述する。さて話を戻すと、リンドホーフを占領したドイツ軍は2つに分かれ、それぞれハーゼルホルストとハヌムを目指した。19日、ドイツ側はハーゼルホルストを奪還、その先のオードルフを目指すが、この攻撃は阻止される。20日午前2時30分、ドイツ側は再度攻撃を開始する、だが夜が明けると米軍が効果的な反撃を実施。砲兵による直射と爆撃によりドイツ側は一部を除いて降伏、14時までに両方の村は米軍に占領された。降伏した人員の中には師団の司令部要員の多くが含まれていたが、師団長のウンラインと参謀長はいなかった。では彼らはどこに消えたのであろうか。4月21日午前2時、師団の最後の10両の戦車がエーザー・エルベウンガを溶かすべくファラースレイヘン近郊の米軍陣地に攻撃を仕掛ける。これを受け米軍は即座に照明弾を打ち上げ、ドイツ側は集中砲火を受ける。1両のパンターの装甲装置が故障し、爆破処分された戦いの支流は決したかように見えた。だが暗視装置を備えた2両のパンターが堤防上に移動、次々と砲弾を発射し次第に米軍の砲火がまばらになる。砲火を完全にやんだ隙をついて、第39装甲軍団司令官のカール・デッカー大将と参謀長を乗せた装甲車が全速力で橋に突っ込み、後続のドイツ軍車両もこれに続く。ついに渡河に成功したが、夜が明けるとドイツ側の優位は失われ師団最後の部隊がボルンウム近郊で壊滅。多くの将兵が降伏したが、デッカー大将は降伏を良しとせず自ら命を絶った。4つ目の戦闘団はレイツリンゲン周辺で戦ったという記述があるが、場所があまりにもかけ離れているので事実と断定することは難しい。師団が壊滅した後、攻撃に参加しなかったわずかな生き残りがクラウゼイッツ装甲敵団兵旅団として再編成される予定であったが、これは終戦まで実現せず、彼らは第12軍の一部として地獄のベルリンへ向かうこととなる。さて師団長のウンラインの最後はあっけないものであった。24日に自転車でイルベ川へ向かっていたところを米軍のパトロール隊に見つかり、捕虜となった。これが最後の装甲師団の3週間にも満たない全てである。編成した時点で机上の師団であり、やけくそのように出された第11軍との連絡も実現できず、ボルンウムからでもハルツ山地までまだ50キロほどあった。そしてその第11軍も師団が壊滅した21日に降伏、これら犠牲に果たして何の意味があったのだろうか。かつてヨーロッパを制覇した装甲師団の最後としてはあまりにも悲惨である。最後に第14装甲師団師団長を務めたオスカー・ムンツェル中将の言葉を引用してこの動画を締めくくる。鋭利なる攻撃兵器の星は消えた。増加した生産数量をもってしてもまた、この状況は変えられなかった。我が戦車は、ただただ、対戦車兵器としてのみ使われた。それは、それなりに小さな成果は上げたものの、対極的な作戦遂行の可能性は全て閉ざされてしまった。飛行軍は勇猛果敢に戦ったのは確かであり、局部的成果は何度も獲得した。しかしながら戦争そのものは失われた。失われたのは、根本的なものだったのである。戦争の奇数を決したのは気候兵器ではなかった。1918年とは全てが異なっていたのである。ご視聴、ありがとうございました。